はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のシルエット博士のコーナーでヤコロの登場でしたね。今回の影の答えはなんとちくわでしたね。ちょっとシンプルなので途中で答えが分かった方も多かったんじゃないでしょうか。私はちょっと途中の会話で思ったのは、ヤコロが初めてのちくわにワクワクしていますというコメントをしてるんですよね。ちくわが初めてという設定なのがちょっと驚きましたね。皆さんはどう感じましたか？はい、今日はお母さんと一緒のシルエット博士のコーナーでヤコロのちくわについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。